皆さんこんにちは。こんにちは。業務スーパーでこんなのを見つけたのだ。この帽子とヒゲ、プリングルスっぽいポテトチップスね。本家は帽子をかぶってないからセーフなのだ。え、海津店や橋間店では見たことがない水色の筒だから新商品かと思ったんだけど、2020年からあるみたい。売れ行きが良かったから別の味も仕入れてみようかって感じかしら。味はソルト&ビネガー、 160g で168円なのだ。たっぷり入って安いのよね。でもね、去年の動画を見返したら同じ量で158円だったんだよ。10円値上がりしちゃったんだ。買ったお店が違ったりセールで値引きって場合があるから、実際に値上げしたのかはわからないけど、ちょっと気になるところかな。筒の長さは 23.5cm、 全体の重さは 209g。 去年買った時は上の方まで入っていたけど、前より少し減ったかな。でも内容量は同じ 160g なのよね。そうなんだよね。大事なのは重さだから、そちらで比較してみるのだ。最上部からポテトチップスまでの空間は 5cm くらいね。ちなみに前に調べた時は 164g と 162g だったよ。書いてある数字より1から 2% 多いって感じね。今回は 161g だね。前回と違う食器を使ったから見た目の印象は参考にならないかしら。これは失敗だったね。色はちょっと白っぽくなったかな。じゃあ食べてみるね。いただきます。はい、どうぞ。あ、これはあれだよ、あれ、カルビーのポテトチップスでフレンチドレッシング味ってあるじゃない。あの味に近いのだ。カルビーのより酸味は穏やかで、食感はサクサクして美味しいのだ。じゃあ星評価を聞いてもいいかしら。これは星5でいいんじゃないかな。今回の商品もマレーシアからの輸入品なんだけど、日本人の口に合うようにしてあるね。よく考えて作られているのだ。悪いところといえば、食べきった後のゴミの分別が面倒なところくらいだね。毎回言ってるわね。やっぱりハサミでそこの部分を切るのって大変なんだよね。これが解決されたらもっと気軽に買えるんだけどね。そんな日は訪れるのかしら。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。この日は業務スーパーの激安弁当を買いに行ったんだけど、少し行かない間に弁当コーナーがなくなってたのだ。悲しい。